よ。お疲れさん。代わりにしっかりリンを見といてよね。リンもあーちゃんのことよろしく。言われずともこれも任務ですし。いろいろ大変かもしれないが、ミリアムも頑張ってくれ。ニッシシ、了解。そんじゃな。静かになったな。アルティナ？私と彼女は本当に同じなのでしょうか。形式番号は私が最新、少なくとも基本的なスペックで劣ることはないと自負しています。ですがどうしてあんな。アルティナ、ミリアムはミリアム、アルティナはアルティナだ。君にもいつかきっと見つかる。アルティナがアルティナらしくあれる道が。私らしく、難題続きです本当に。事情があってきちんとしたご挨拶もなく終了してしまった本番組、皆さんの熱いご要望もあって
こうして再会できたこと、本当に嬉しく感謝しています。学生だったリスナーの皆さんは卒業して社会人になったのかな。新入生やそうでない皆さんも改めてお付き合いいただければ幸いです。さて、4月も中旬、ライノの花も真っ盛りですね。今収録している場所は、以前収録したトリスタと比べてライノの木は多くないんですが、それでも新たな出会いや懐かしい人たちとの再会なんかも予感させる季節ですよね。皆さんも忙しい新生活の中でも、ふと街中を舞う白い花びらに目を向けてみてはどうでしょう。それでは早速、番組再開を記念し、各地のリスナーからのお便りを紹介していきますね。まずは、セントアーク在住、ラジオネームミス古書店さんからの。
Thank you.
シドニー、状態がふらつきすぎだ。もう少し腰を落として滑るように前進するといい。無茶言わないでくれよ。さすがだな、ゼシカ。そのまま旋回して交代しな。へえ。行くぞ。 よーし。
礼を言うぜ、シュバルツァー教官殿。せっかくだから英雄様の凄さを直接味わってみたくてね。別に構わないが、いきなりヘクトルで大丈夫か？パワーがある分扱いは難しいから、初心者にはハードルが高いぞ。ああ、そうみたいだな。だが、こいつを使うには少しパワーが必要なんでな。その距離では。いや、奇襲用のギミックだと。やりやがる。だが先手はもらったぜ。
ランクは褒美を渡すとしよう。この調子で励むがよい。はじめまして。第二分校の生徒と教官の皆さん、鉄道憲兵隊少佐クレア・リーベルトと言います。第二分校専用特別走行列車レアフリンガー号をお渡しします。
入学より3週間未だ浮き足立つ者もおろう。だが先日の気候兵教練も経てそなたらの扉はさらに開かれた。そして古来より旅は人を成長させるとも言う。そなたらが一回り大きくなって帰ることを期待する。以上だ。イエスマン。ハーシェル、オルランド、ひな鳥たちのことはよろしく頼む。はい、お任せください。ま、いろいろありそうだが、微力は尽くさせてもらいますよ。そしてシュバルザ、北方戦役の終結から続いていた凪は終わった。大いなる力を持つ者として流れを見極めてくるがいい。己の未熟さと向き合い、時に周囲に頼りながらな。文校長。ええ、承知しました。気候兵の運用と整備については一通り教えた通りだ。小波程度の通常整備ならなんとか一人でやりきるがいい。歳出中央工房の誇りにかけてな。はい、お任せください。将軍、生徒教官合わせて24名、何人無事に戻ってくることやら。これより先は激動の時代。飢餓も国も老若男女の違いもなく、乗り越えられないのであらばどの道明日はないでしょう。